クッション性の高い厚底シューズで人気のほか2月22日、原宿に新店舗がオープンしますこれから記者発表とプレス向けの内覧会が行われますはじめにご挨拶も兼ねましてデッカーズブランズ、シニアバイスプレジデントイメアヨーロッパですねジャパンアジアパシフィックジェネラルマネージャーのマルコ・エレカーより I wanted to just talk you through a couple of things about the brand to start off with. So, you may know this, but uh, the brand was actually born in 2009, so not very long ago. And it was founded by two French people, our founders, who uh, were really looking at ways in which we could improve and they could improve the running experience for consumers. And they had some great ideas. And they tested the shoes on the mountains of South South France, and Chamonix was really one of the real testing places for the brand. And people loved them from the start. They loved the the, the whole concept of Hoka. Hoka Harajuku will open tomorrow, February 少しテクノロジーを感じるようなあのストアデザインにさせていただいております。そこに最新のあの商品、しかもアパレルアクセサリーを含めたあの幅、広いラインナップを揃えることで、皆様のご期待に沿いたいと思っております。 こちらの2階はあの見ていただく通りあり少し富士山があったりだとかロッカーがあったりだとかして日本人の方にはすごくなじみのある日本のカルチャーである銭湯をちょっとイメージしたような作りになっていましてリララックスををししながらランイベートを楽しんでいいたただきたいと思っておりますこちらであの例えば新しいシューズをあの試走していただいたり他のアンバサダーアスリートの方と会えたり。 あの、いろんな、あの、活動を一緒にできるような、あの、イベントを開催し、開催していく予定になっております。商品のカテゴリーなんですけれども、こちらも他の特徴として、あの、数多くの、あの、バラエティを揃えております。ラン、トレイル、ハイク、ライフスタイル、そしてアパレルといったように、あの、数、この目的別に商品を揃えることで、より自分に合った靴。 まあ商品といいううののを選んでいただけるようになっておりますこの原宿を出店するにあたって少し私どもので調査を行いました10代から60代です、ね、の方々に質問アンケートを取りまして、まあ、原宿で時間を過ごされる方たちに何が困っていますかというお話をすると8割以上の方はもうとにかくその疲れてしまうと足が疲れる体が疲れると,ということを受けまして私どもの方でですねこの他原宿店 だけでそして国内で初めてとなりますけれどもフィーール他キャンペーンペとといいいうものをやっていきたいと思っててきた思おります来週からですかね3月末までの間ここ通常ホカランクラブでしか使わない予定のこの2階のスペースを公開いたしましてそこでここの画面に映っておりますボンダイとクリフトンという商品を皆様に試し履きしていただくと他のランニングシューズといえばクリフトンと。 いう形で非常に汎用性が高くてランニング始めましたっていう方からフルマラソン頑張ってやってますという方の練習用のシューズにまでなる非常に汎用的な一足でございます。そしてそのあちら側にございますこちら「ボンダイエイトという商品ですけれどもこちらはもしかすると他が日本でこう少し知名度を得る時に一番貢献したシューズかなと思っておりまして他の中でも一番多くのクッション性がある靴となっておりますので。 ゆっくり走る、ゆっくり歩く、長時間立ってる、いろんな用途において、私どものイノベーションのクッション性を一番感じていただきやすい、一応予約制ではあるんですが、まあ、お買い物、このお店に来ていただいて、ご興味ありましたら、ふらっと飛び込みで2階に上がってきていただいて、借りていただくこともできますと。 でお貸し出し期間は丸1日ですので、お店が開いております11時から20時までの間となります、もし午前中にお買い物来ていただいて、夜まで原宿エリアにいるかなということであれば、その1日、使っていただけますということになります。履いて、ちょっと買い物行ってみよう、ちょっと公園行ってみよう、何かしらの用途で私どものイノベーションを感じていただくということができる、そんな場所に他原宿していけたらいいかなと思っておりますと。 こちらでは 3D スキャンを使用して足の形などを計測して自分にぴったりの一足を提案してくれます。それでは実際にやってみます。よろしくお願いします。これ靴を脱いでそのまま上がればいいでしょうか。はい。では足型の上に両足を乗せて、で性別をまず選んで続いて年齢を選ぶ。はい。あこれでもうスキャンが できた、はい、あっという間ですね、はい、じゃ足の計測が終わったので普段履きしたいのでライフスタイル選びますライフスタイルのシューズが出てくると思、ね、あなるほどこれが私の足を計測しておすすめの靴ということなんですね、はい、3D スキャンの結果私へのおすすめの一足はこちらですほらリカバリーシュー2ということで もとっててもも軽いい履き心地も楽しみみです他の強み教えていただけますか他の強みは最初は本当に山を走るというとてもユニークでちょっとニッチなエクストリームなところから生まれてきているのでそこで培われた高い機能性を まあ、ランニングから普段履きまで幅広い方に使っていただけるという、本当にその技術の裏付けがあるブランドだなというところが私たちのユニークな強みなのかなと思っています原宿来ていただけましたら、本当に迷わずにお越しいただけるぐらい、まあ、目立つお店になっているかなと思いますので、ぜひ一度遊びに来て、他の良さを体験していいたただけたらと思います鮮やかで、とてもかっこいいですよね。 他では幅広い商品カテゴリーが並んでいてファッション性を求める方機能性を求める方などさまざまな方のニーズに応えることができそうですそしてほかの最新モデルの試し履きができるフィールほかキャンペーンを3月31日まで行っていますこの機会にほかの履き心地の良さを体験してみてはいかがでしょうか。